少し参加者のリアルが透ける企画、今日のご飯コンテストやっていこうと思います。で、まあ誰のご飯か当てたりね、まあ当てなかったり、しましょう。明らかこいつだろみたいなの分かるのもあるので、はい、じゃあやっていきます。まあちょっと軽いのからいきましょう。まずはこれ、ちょっとムカつくのからいこう。俺がちょっとムカついたやつがあるんです。1個ムカついた、ちょっとなんか腹立ってきたやつがあって、見てこれ、これなんか多分自分で作ってね、これなんかこれ多分自分で作ってんだよね。わざわざこれのために作った説がある。ルールは外食禁止だから、外食じゃないっす。前に作ってるバカいます。誰と思います？いや、ケインじゃないんです。あのブロオツ、あのブロオツ、あのわけわからん、わけわからん感じだね。はい、次がちょっと対照的なのからいこうか。どうでしょうか皆さん、これは何これ、寂しい豚の脳みそ。美味しいらしいです。ここ3回水道止まってるらしいです。最近はコンビニのチョコチップパンだけど、まあ、これが結構いつも食べたらしい。水道代払えてないのは良平くんです。美味しいよ。ちなみにこの肉なんすか、これは、これ何の肉？鶏肉。はい、次いきます。これね、ちょっと本人今いないんですけど、ちょっと出します。なんか飯入れる場所があって、そこから受け取ってる。あー、とんがりさんですね。はい、とんがりさんの閉じ込められてるエピソードは、こちら。とんがり、なんかもう人生引退すんの俺、大丈夫？人間の暮らし引退みたいなことになってんのこいつ。寮を叩き出されたの、鳥取に行く、追い出されたんだ寮、ついに。実家の裏の倉庫に帰ったらしい。倉庫、今倉庫済みなんだ。ホームレスじゃん、もう。そう、獄中飯だね。刑務所スタイル。家族にコロナと疑われて2週間隔離されてる隔離食。これよく見てみ、これ。これさ、多分、カツオの叩きっぽくない？これ多分。カツオの叩き、多分鮮度悪くなってる気がする。なんかだいぶ。多分、冷蔵庫に入れてるやつだよね、これ。冷蔵庫に入れたカツオの叩きと、なんか、だからこれが醤油でしょ。牧汁。本当はちょっと病院食っぽいよな。バランスはいいような気がする。なんか他のやつらと比べてバランスはでもね、いい。他のやつらはマシ。例えばやばいのは、まあ、これとか。何考えてるこれ。しかもこれ、砂糖のご飯でしょ、これレンジでチンする。やばいやつはいる。味噌スープだね。この辺のちょっとやばいの出していくか。あと、カンタスケ。富田のやつでしょ、セブンの。ちょっと貧困そう。なんかすごい貧困感すごい。あとは、本当に今日のご飯です。猫の助。お母さん帰ってきてないらしい。きつい。ちょっと地蔵行った方がいい。結構危険な匂いがしてくるよね、これちょっと。今日のご飯。今送られてきた。夏休みかけて痩せるパターン。そんなパターンがあるのか。いや、残念ながらネタではない。あとは貧困シリーズ。これ海ニャ。なんか汚くね？なんか食ってる途中だろ、これ。これ何これ、何食ってんのこれ。なんで火薬入れないの。焼きそばこれ、焼きそばなのこれ。お前、焼きそばの作り方知ってる？水捨ててないけど、これ。ね、焼きそば蒸しってね、もんじゃのやつ。あ、もんじゃだから違うのか。もんじゃの駄菓子か。湯切りじゃない、それじゃないんだ。そろそろちょっと別の行きますか。別系統。なんか俺すげえ悲しかったよ、なんか俺悲しいわ。悲しいよ、ケイン。俺は。なんか、結局、これっすかみたいな。ケイン君。60代生活習慣病で死ぬぞ。あとね、意外にね、充実してた奴ら行くか。なんだろう、実家住みゆえに充実してる奴ら。これちょっと羨ましいパターンだね、この朝日くん。なんかこれちょっと、多分これ絶対お母さん作ってくれたやつでしょ、これ。冷凍のハンバーグこれ。ちゃんとしたハンバーグかこれ。作ったやつ、冷凍のやつ。多分冷凍。でもいいね、なんかお母さんにこういうの作ってもらえて。あったかいシリーズその2です。意外なやつが高そう。なんか普通にでも美味しそうだけどね。若干盛り付け適当だけど。高そう、今日いないけど、普通になんか人間のご飯っぽい感じする。ちなみにこれと、なんかなぜか自撮り送られてきたけど、まあ出さないでおきます。なぜか自撮りも送られてきた。あとこれだね、ヒカルがお母さんと作った餃子。うまそうだよね。なんかあったかい気持ちになるよな。
この辺でちょっと気持ち50人クラフトに戻しとく。こいつうざくね？何これ？何この取り方？何なのこれ？何これダミと？何これお前肉、お前生肉食うんお前これ。なんでチンあるの？確かに。え、ダミともさん、これ芸術点的にちょっと教えてほしいんですけど、このチンって何ですかこの。いや、お店のベルはわかるけど、なんでこれ映したの？助けてほしいから。ティッシュの上に置いてあるのか。ティッシュかこれ。ティッシュっぽいな。ダミトモくんが頑張ってティッシュ並べてるのを、なんか、想像したらなんか、悲しくなってきたな。涙ぐましいぞ。今日撮ってたら、おばあちゃんが、マジでこの子大丈夫って言われた。まあそうだろうな。おばあちゃんの感覚は正常だと思うよ。次行くか。ちょっと崩していくか、こっから。早死にしそうだな。このマヨネーズね、同じ食い方してたら20代後半死ぬぞ。これ、つぶ貝だね。不健康そう。あら、もっとやばいなるよ。なんかもう、ごめん、これ、あ、これっすね。一応、こんな感じで。食べ物え、食べ物でしょ食べ物っす。メタボのお腹くん。はい。死ぬよ、多分。あ、もう一個ありますよ。その前の、前日のご飯も。前日のご飯はね、まだマシだが、なんか感覚が壊れてる。あと途中で、なんで途中で撮ったのかシリーズ。ゴリラビ。なんで食いかけの状態で撮ったの？食う前に撮れや。食いながら撮るな。またウサギとゴリラだし。途中で思い出したのかもな。もう一個地獄もあります。クリボーくんです。今日のご飯らしい。ブロー。クリボーのご飯。中身は？中身はクリボーのみぞ汁だな。あとさ、これ送られてきたらヨッシー教信者から。え、ヨッシー教信者これなんで2つあるか言っていいのこれ。これいいの言って。公表してるよ。リンクと一緒に住んでるらしい。いや、リンクに言っといてくんね。おめえ来なかったらバンだからなって言っといて。今言いに行って。今走って言いに行って。お前来なかったらバンされるぞって。1分以内に来なかったらバンされるらしいぞって言っといて。今慌ててる。なんか来ないな、リンク。ダメだな。バンだな。今頑張ってる。さよなら。あー、惜しい。惜しかったな、リンクくん。女の子行きます？これちょっとね、ちょっと羨ましくなった。なんかちょっと良かった。朝ごはん。朝ごはんちょっといい感じ。なんか、昼ごはんだったら足りないけど、レッドブルがちょっとって感じだけど、夜だよ。夜。このですね。このちゃんの夜ごはんらしいです。食わないな、夜ごはんでこれか。足りるか。少なくね？ロゼピン見てみろ、このロゼピンのこの肉、肉も。たくさん食うべ。ゴリゴリ食うやん。まあ、いいこと。でも、ロゼピンすごいね、これ。自分作ったの、これ。すごいね。これは？ケーキ。なんか、女子力見せに来てるけど。やるな。あと、謎っぽかったのが、何これ、これ、ちょっとグロいんだけど、これ、何をこれ食ってんのこれ、ドバキンくんは、これ一体。カレーライスだよ。は？容器。タコワサ。タコワサ画像ポンで。ちょっとすごいの行くか。あのさ、おい別に今日のご飯を取れよ。陰キャ転生らしいです。今日はチーズバーガーとシャカシャカチキンらしい。これ。これちょっといいね。これなんか、今日のご飯らしい、本当に。ジンギスカン。北海道といえば、MS ですね。道民 MS です。ジンギスカン食ってるっぽい。なかなかあと羨ましいシリーズばっかりなんだよな。これちょっと。ちょっとなんか、取り方どうなのみたいな感じだけど。コウタン。コウタン謎の煮物。あとさ、ちょっとこれムカついたんだけど、これ見てこれ。これユードンなのよ、これ。これユードン。ユードンなんだけどさ、ムカつくのがさ、こいつムカつくなと思ったのがさ、これフーディーっていうさ、専用のあの、ご飯を取るようなアプリで撮ってんのよ、こいつ。こいつムカつくよな。ユードンのくせにフーディーなんか使いやがって。落ち葉。ローリエじゃない、落ち葉これ。落ち葉拾ってきた。枯葉みたいな。ちょっとでもよく見せようとしてる。あとちょっと。これ出していいのかな？本人いないからちょっと強化。まあ大丈夫だろうってことで出します。とんがりの、あれだね。多分これ2個でしょ？多分これ。多分2個ですね、多分これ。ニコのやつです。めっちゃ楽しい。しかもさ、多分これ、今からこれピクニックでしょ多分これ。ほら、見てこれ。いっぱいさ、なんか、パンにさ、いろいろ挟んでさ、ジュースとか、ほら、イチゴとかで、ほら、めっちゃ楽しそうじゃないこれ。クソ幸せやん。
いや、これ一番、これ MVP かもね、これ。とんがりディスコにはいる。ディスコにいんのか。いますよ。ヘロー、います。とんがり、これ、二人で行ったの、これ。入ってこれないの、多分、ま、あの、回線がないから。トンビに食われた。トンビに食われるもんなの。そっか、まあ、それは残念だったな。まあ、今度は食われないといいな。トンビに取り上げられたんだ。それはちょっとそれは大変だったな。楽しそう。いや、なんかもう幸せそうじゃない？あのさ、ちょ、比べていいっすか？ちょっとこれ比べるの良くないかもしんないっすけど、比べていいっすか？この二つ。これ見てこれ。何この、この差。この差見て。なんか残酷までな差だよ。どっちがいいよ。おい、ケインよ。本当の幸せってなんだ、ケイン。ケイン、幸せってなんだ。幸せって何なんだろうな。都会の喧騒で大事なものを忘れてしまった。果たしてどちらが幸せか考えさせられる。何を食べるかじゃなくて誰と食べるかなんだなって学びました。お金で買えないんだな、この楽しさって。ハッピーセットって何がハッピーなの。つらっ。これはひどい。ちなみに、とんがりさんはね、まだちょっとあってですね。とんがりさん、これは一体何を調理したんですか、これ。もしかして、あの、部屋に生えてた葉っぱ食ったの、これ。何この葉っぱは。大丈夫、これ映して大丈夫な葉っぱ、これ。庭に生えてた草がこうなると。ちょっとよくわかんなかったですね。あと、なんか、なんなのこれ。お前こんな暮らししてんの？ウルンルーのおにぎりです。ウルンルーおにぎり好きなの？ミニマリストっぽい。ちなみに、これ、俺ね、これ結構ね、美味しそう大賞の結構、これ食いたくなっちゃったね、ちょっと。ノルノルさんです。ちょっと食いたくなったね。そう。あの、人間の暮らしだね。人間が食うもの食ってる。他は出してないな。もうわけわからん。パイチ。焼いてるところをなぜか取るっていう。ガンカットだね。あとさ、もう一個ちょっと疑問に思ったんだけど、最近来てねえんだよ、こいつ。ザグー。なんか辛そうじゃない？全部辛そうなんだけど、ザグーラ何なのこの。辛そう。全然赤い。あとは、食ってる最中に思い出した系、暇人だね。何なのこれ、どういうつもりなのこの暇人のこれは。思い出すの大母性もほぼ残ってないよ。あと、フェイクボックスなんだけど、毎日お前こんなん食ってんの？毎日食ってんのお前。うっざって。これ誰だと思う？これはひどい。なにこれ。倉餅です。これなんすか、倉餅くん。豆腐に何してんのこれ。豆腐がかわいそう。豆腐に何かけたの。一味。なるほど。あとは、ベノム。もうなんか、お前んち金持ちっぽいな。これ何？なんかパイじゃない？ホットケーキ。あとは、若年層は大丈夫か？なんか猫の助もそうだし、のじゃじゃもそうだけど、のじゃじゃの今日の飯だし、ちょっとなんとかなんないの？大丈夫なのか？ある日とない日がある。今日はなかったからテーブルにあるもの適当に食った。あの、先駆けくんです。先駆けくん、なんか、スーパーの惣菜って感じかな？お弁当かな？あったかいの見て終わりましょう。これ多分1位っす。これすごくない？これ。鬼滅でしょ？これ。勝てねえ、あったけ。こんなお弁当作ってもらいたかったな。娘さんに作ってるんじゃない？よしこちゃんだね。泣けてきたな、なんか。めっちゃいいママじゃん、これ。涙出てきた。みんないいもの食べなね。はい、ということで、今日はちょっとあったかい気持ちになって終わりましょう。あったかいな、これ。これ喜ぶよな。アナ雪のオラフと、すごいよね。卵焼きもハートになってて。よしこちゃん、やっぱなんでマイクラしてんの？別にいいじゃねえか、別に。マイクラしたっていいじゃん。なんでだよ。別にいいじゃん。いいじゃん、別に。眩しい、無理。はい。ということで、このは眩しい気持ちになったそうです。俺的にはあれかな。よしこか、これだな。これ、勝てない、これは。さすがにこれに勝てないな、これ。よしことこれには。このツートップ勝てないだろ、これ。これの良さには勝てないよ。このね、見てこれ。おい、ダミトモ、もう写真の何たるかが分かっとらんわ。ダミトモは。ダミトモの写真には感情がないよ。
よしこのこれで終わるか。はい、ということでありがとうございました。もしなんかこの手の企画でなんかやってほしいものがあったらコメント書いてください。いいなーこれ、マジでいいなーこれ、羨ましいわ。じじい。